豊川市、豊川市は愛知県の東三河に位置する市である。軽量特定市。人口は愛知県において安城市に次いで8位である。豊川なり、豊川市豊川町を一番地の門前町から発展し、総当州の専門騒動を有する。市名の豊川の由来は、律令制の保護軍豊川座と、愛知県内に豊かのついた自治体名が多いが、 最古は、この豊川市で8世紀の木管から確認できる。2006年、平成18年2月1日に、保イ群一宮町を2008年、平成20年1月15日に、道郡小戸場町、水戸町を2010年、平成22年2月1日に、道郡小坂井町を編入合併した。この結果、県内七位の人口となった現在は、 安城市に抜かれて、県内8位。また、面積で、瀬戸市、市宮市、東栄町を抜き、県内9位に浮上。果樹地面積で、安城市、新城市、稲沢市、春日市を抜いた。合併の際、新氏名候補として、穂の国市の案もあったが、市民アンケートにより、豊川市に落ち着いた。東名高速道路や国道1号、国道23号、 国道151号、国道362号などが通っており、東三河の道路交通の要衝となっている。豊川稲荷や五湯の松並木は、全国的に有名で、歴史的建造物なども数多くある。また、冬の晴れた日には、市内各地から富士山を眺めることができる。愛知県の東部に位置する。市の東部には、豊川、西部には、小川川、 中心部には、スケ、長和などが流れ、市南西部にある、三河湾に注ぐ。市の北部は主に産地で、ゴルフ場が多数存在する。市の平野部は、鎌倉時代の、東韓機構に、すでに元のが、原の名称で呼ばれており、1934年、昭和9年の豊川海軍交渉開設までは、小集落で、入海の山林が広がっていた。この地は、 工業地区となっており、陸上自衛隊の豊川駐屯地もある。市では、中心市街地の区域を、公共機関や商業施設などが所在する、諏訪地区、豊川稲荷の門前町として発展した、豊川地区、両地区をつなぐ、中央通地区の3地区122.4ヘクタールと、市、中心市街地商業等活性化基本計画を、策定して、 中心市街地の開発促進に取り組んでいる。ただ、元々が、ここに、中心地を形成していた四町村による合併で、誕生した市であるため、戦後もそれら九町村が形成していた市街地の間を埋める形で、市街地が形成されていったことに加え、市名を冠している、豊川駅が、市の中心駅として機能しておらず、その機能は、 各地区に所在するいくつかの駅に分散されているのが特徴であるために市街地が後半に連続して広がっているものの市としての中心市街地の形成が思うに任せず都市の規模の割に大規模な商業施設などの進出も遅れ長らく購買人口が近隣都市に流出している状況にあった平成に入り中規模の商業施設が諏訪地区やその周辺にオープンするも 同時にロードサイド店舗が豊橋市との市境に近い正岡地区や豊川、インターチェンジ近隣へ集中するなど、分散化傾向に変化は見られないままである。国道1号が市の西部を、国道23号が市の南西部、国道151号が市の東部から南部を通る。また、姫街道、本坂通と呼ばれる通りが市内を東西に貫いている。 鉄道路線は4路線あり、前述の幹線道路とほぼ並行している。春になると、すけ、長和や音羽川、桜トンネル、市役所の近くにある桜並木の桜が咲き、街を彩る。夏には、市内各地で祭りが開かれ、大変賑わう。比較的温暖な気候であるため、冬でも雪はほとんど降らない。太平洋側気候に属し、 比較的温暖な気候である。ただし、冬場、12月から3月頃の最低気温に、関しては、摂氏零度を下回るのが、一般的である。豊川市の地名を参照。市内の土地の利用状況、2016年現在を、見ると、農用地が3300ヘクタールで、森林が5860ヘクタール、水面、河川、水路が699ヘクタール。 道路が1365ヘクタール、宅地が2886ヘクタール、その他が2004ヘクタールとなっている。より詳しくは以下の通り、律令制の保育群とよかわざとにあたる。地域には古くから人が住んでおり、天満遺跡等の旧石器時代の遺跡も見つかっている。多数の亀艦墓が発掘された阿蘇殿大橋遺跡は縄文時代から、 弥生時代にかけての複合遺跡である。五世紀後半に、音和川と最古瀬川の間の白鳥大地に築かれた、三河祭大宮の前方公園墳船山第一号墳は、行者塚古墳、兵庫県加古川市と沖内周辺の古墳及び、中半大塚古墳、岐阜県大垣市、宝塚古墳第一号墳、三重県松阪市。 高塚山古墳、三重県桑名市に服装されているものと共通の食物ともこん儀礼用ざる形時及び土製品が発掘された東源となっており、伊勢湾、三河湾などの水上交通で派遣を得た機内豪族とのつながりが伺える。小坂井町には、山と奈良県の豪族葛城の死刑捕国像を祭神と、するとされる土足神社が鎮座する。 六世紀後半から七世紀後半にかけては、炭焼き平古墳群が作られた。律領時代には、船山古墳付近に、三河国国府や三河国分寺、三河国分山寺が置かれていた。大宝2年、702年の自刀天皇三河行行の際には、伊勢から航路で、水戸に上陸し、宮寺山を訪ねたとされる。赤坂の杉森八幡社は、その際、 自と天皇により勘定されたと伝わる。在賀寺は奈良時代、仁器元年の創建と伝えるが、現存する仏像や高校遺物からは、平安後期以降、山寺として発展したとみられる。平安時代、藤原氏による石関政治が行われていた頃、三河守としてこの地域に赴任した大江城記は、婚姻の女性と死別したことをきっかけに、 比叡山延暦寺の錆心のもとで出家して弱小と名乗り、日葬して帰国することなく没した。このことは、今弱物語集、原平聖水記、三国伝記などに説話として収録されて広く知られたようであり、豊川市内を中心に、三河の寺社には、在賀寺、長福寺、西、明寺、関川神社、三明寺、 花井寺など蒸気とゆかりのあることを伝えるところが多い。鎌倉時代になって鎌倉街道が整備されると豊川塾として機能した。鎌倉時代の史書では街道記に豊川の宿、東刊機構に豊川という宿と記載される。室町時代の影響10年1438年の影響の乱で破れた一式自が同族の三河守護。 一式義綱を頼り、三河国に逃げ落ち、翌十一年1439年、牛久保町付近に、長山一式城を築城し、根拠地とした。しかし翌年、時家をかくまったとして、将軍、足利義則により、義綱が討たれ、代わりに討伐に、功のあった細川持常が三河守後となると、三河は、他地域に先駆けて、内戦状態に入った。 この頃、豊川稲荷が創建された。長禄2年、1458年、長沢にあった、駿河守護今川市の分家関口市の岩略事情を、岩津城、愛知県岡崎市、岩津町の松平市宗家第三代、松平信光が攻め落とし、こう、長沢松平市として分立しておいた。文明9年、1477年、松平市宗家第四代、 松平地方により、水戸に大恩寺が混流された。同年、長山一式城の一式寺家が、悲観の大沢城、水戸町城主、旗の前景に無本を起こされ撃たれるが、後に、同じく悲観の牧野琥白が、灰塚屋合戦で旗の前景を打ち取り、長山一式城主となり、その後牛久保城と改名した。三河牧野氏は、駿河守今川氏に侵入し、 今川氏地下家臣の北条総運率いる軍勢との今橋合戦で、牧野古白が自害した後も、三河牧野氏が牛久保城主を務めた。なお、古白を攻めたのは松平長地下であるとの説もある。享禄2年、1529年、牧野多母成が牛久保城付近に、新城、牛久保城を築城する。しかし、同年に、岡崎城の松平氏、第七代、 松平清康が東三河に進行すると、牛久保城の牧野重勝は清康に従属した。松平氏が駿河の戦国大名今川義元の参加になると、牛久保城の三河牧野氏も今川氏に従属した。今川義元は天文年間、豊川稲荷に寄進を行い発展させた。なお、a 六三、宗者などの武装が在賀寺の所属とされている。 徳川家康が岡崎城に入り、松平氏が今川氏から自立すると、都市家神社里宮付近に一宮取が築かれ、家康家臣の本田信都氏が置かれた。永6 6年1564年に一宮取を襲撃した今川氏真の軍を家康らが撤退させたとされる、新君一宮取出詰めの逸話が知られる。また、家康は、 牛久保城を攻めるなどし、先に家康方に移っていた、三河稲垣氏ら牛久保六期の中立ちを経て、城主の牧野重貞を従属させた。このほか、元気四年、1573年に、野田城、愛知県新主郎氏を落とした、武田信玄により、足、山田城が築かれたが、これも家康により滅ぼされた。安土桃山時代になり、家康の関東違法がなされると、 牛久保城は、豊臣家臣の吉田城、愛知県豊橋市城主、池田照正の市城となった。江戸時代には、三河吉田藩、西太平藩、新城藩の領地のほか、自社領、旗本領が置かれ、三河の天領を管理する、大館所、赤坂陣屋も設置された。また、東海道の宿場である赤坂塾や五湯塾は、 近隣の大規模な岡崎宿等に対抗して、飯盛女所と称するバイが旗子に多数雇用され、歓楽街として栄えた。今も残る、指定建造物の旗子大橋屋や,や、国の天然記念物になっているお油の松並木で、王子が忍ばれる。豊川稲荷などに向かう、脇街道である姫街道、本坂道も利用され、小湯塾は、追分宿として機能し、四軒の本陣があった。 明治時代、三河裁判所、豊橋市、関谷町の廃止に伴い、慶応4年、1868年から明治2年、1869年まで、東海道赤坂塾の大官所が、三河県の県庁、豊川市赤坂町として用いられた。明治政府の食産工業政策の加算種検査所が作られるなどし、養産業や製紙業が栄えた。 第二次世界大戦中は、市内に豊川海軍交渉があったことにより豊川空襲で大きな被害を受けたが、終戦後、交渉跡周辺に多くの工場や商店ができ、工業、商業地域となった。高度経済成長期には、市外からの流入人口も増え、戦争によって激減した人口も、市政施工時と同じ水準にまで回復した。2019年度。 平成31年度当初予算案。豊川市内の消防業務は、豊川市消防本部が担当している。1981年、昭和56年から1982年、昭和57年にかけて、保育園を構成する4町の消防業務の住宅を順次開始し、管轄区域は 160.35km に拡大された。2007年、 平成19年から2010年、平成22年にかけて、これら各庁はいずれも豊川市に編入された。市内に一つの消防署、二つの文書を置くほか、豊橋市中消防署4階に消防指令センターを置き、消防通信指令事務を豊橋市、新城市、蒲郡市と共同で行っている。豊川市消防署の落成以来、同省。 本部所在地としてきたが、2007年、平成19年7月2日に総務課と予防課が、市役所北庁舎5階に移転した。2005年に開催された愛知万博で、愛知県内の市町村、名古屋市を除くが120の万博公式参加国を、それぞれ、一市町村一国フレンドシップ事業として、フレンドシップ相手国として迎え入れた。JTB 時刻表によると、 豊川市の代表駅は JR 東海の豊川駅となっているが、乗降客数は名鉄の国府駅の方が多い。なお、豊川駅は名鉄豊川線の豊川稲荷駅と隣接しており、乗り換えが可能である。また、市役所に最も近い鉄道駅は名鉄豊川線の諏訪町駅である。年月日より、期間路線路線と、音は、 水戸、市宮地区内を運行する、地域路線からなる、豊川市、コミュニティバスの運行が開始された。豊川市内には、東名高速道路の豊川インターチェンジ、音羽釜氷インターチェンジがあるほか、国道1号、国道23号、国道247号、国道151号、県道5号国府馬場線、姫海道、県道31号と三河環状線、 県道400号豊橋豊川線、南大通など主要な道路が通っている。豊川市内の文化財の指定件数2016年7月26日、現在は以下の通り、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。